い、皆さんこんばんは、こんにちは。毎度おなじみルローの番組夫婦動画のお時間がやってまいりました。お相手は私ダンボールなめことなめこさんでございます。帰ってまいりました。おかえりなさい。はい、いろいろとご心配とご迷惑をおかけしまして、ね、やっぱ健康が第一ということで、今回は夏休みスペシャル第3弾です。ということで、前回が最初が工作、はい、ダンボールガチャを作りましたね、はい、第2弾が、ラジオ体操ではなく、なめこ世界の友達のダンスを踊ると、ね、イベントは残念ながら、ね、でもまあ秋にかけてまたいろいろとイベントあるらしいので、ね、なめこさんじゃなくてなめこくんの方に頑張ってもらいたいと思います。というわけで今回が第3弾ということですが、はい、今回は、夏休みの思い出を絵日記にしてもらおうと思います。ということでこれがあるわけですね。はい、絵日記帳。はい、じゃあ早速絵日記書いてみたいと思います。ちょっと一体、なめこさんも書いてんの？何？何それ？全然わかんねえよ。なんか人の形をしたもの？違う？なんだ、馬じゃん、馬。ね、なめこさんはね、いいんですよ。ドバイっていう思い出があるから。俺ないからな。意外と病院の飯がうまい。確かにどこにも行かないと絵日記って書くことないですね。確かに。だから子供たちやっぱお父さんお母さんに連れてって連れてって連れてってって言うわけですよ。連れてっ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 てね。俺夏休みやったこと髪の毛切りに行ったぐらいしかないっす。あ、じゃあそれそれ、え、ダンボールさん髪の毛どこに？髪の毛いっぱい生えてますよ僕。なんなら低毛もしましたけどね。いや、こういう時こそあれですよ。逆に案がない時をどうやって乗り切るかっていうのをぜひみんなに教えてあげてください。あ、案がない時どうやって乗り切るか、はい、乗り切るかっていうのを。分かった、それでその方向で行こう。はい。高い岩から飛び込みしたり、最後2人に発表してもらいますからね。え、発表があるの？はい。マジか。というわけで絵日記が完成しました。まずなめこさんの思い出の方からいきましょうか。はい、なめこの絵日記はこちらです。じゃじゃーん。うふんふんふん、うふんふんって書いてあります。これはあれでしょ、馬じゃなくてラクダ。正解。左はお祭りに行ってヨーヨーとか。これトウモロコシだよ。あー、当たってる。ナメコの頭に突き刺さってるのこれは吹き矢。違う。あ、パチって、あ、ウインクしてんの。そう、なるほど。いやー、すごい、マサルもいて、いやー、ナメコさんの夏休みはすごい盛りだくさんでしたね。素晴らしい、羨ましい限りでございます。そして私の絵日記はこちらです。じゃじゃん。もし僕がキャンプに行ったら、朝は早起きしてカブトとクワガタを取りに行きます。そして朝ごはんを食べたら、川で泳いだり高いところから飛び降りたり釣りをしたりします。その後はハンモックで遊びます。夜はバーベキューをして、最後にみんなで花火をして遊びます。来週はもし海に行ったらという日記を書きます。どうすか。山に行ってこんなことしましたっていうのができたらいいなっていうのをさも言ったかのように書くと。でこうすることでね、いろいろ想像力とか、なんかいろんなものを育てられるんじゃないかと思います。夏休みスペシャル第3弾の絵日記、思い出がある人は思い出を残して
ね、ない人もないなりにですね、まあ、こんな感じで、想像でもいいので書いてみたらいいんじゃないでしょうか、ね、なんとなくこれ読んでたら僕すごい行った気になったもん。ああ川飛び込んだなとかね思い出してきた。もう7月某日って書かずにもう何日って書いちゃった方がいいですよ。そしたらねそのうちあ俺去年の7月そういえばキャンプ行ったわって多分思い出せるから。これが記憶の改ざんですね。そうそう記憶はね一回読みでも変えられるから。記憶はね一回読みでも変えられるから。復帰一発目の動画は以上となります。皆様夏休みもう後半戦か、お盆明けたら後半戦だと思いますけれども有意義に過ごしていただけたらいいなと思います。というわけでお相手は私ランボーなめことなめこさんでございました。バイバーイ。